モテる男の条件を言いなさい。制限時間は30秒。レディーゴー。性格がいい、顔がかっこいい、お金持ってる。持ってる。頭なでなでしてくれる。服のセンスがいい。喉ぼことけが綺麗。ちょっと強引。やだ。髪の毛が清潔。毎日お風呂に入る。歯磨きしてる。足が綺麗。毛が、いい感じぐらい。いい感じぐらい。私は短髪。茶髪。な、大丈夫 ?14 個合わせて14個。あれこれだけで14個。わあ、やった。いっぱい出せた。いっぱい出たんだ。でも何が変だったっけ、歯を磨いてるってさ。まあ言ったら最低条件だよね。はい。だから私がいいとかじゃなくて、モテるポイントだから。歯磨いて。ちょっと、あれちょっと強引だったね、それ。そう。そんな気がする。いや、でも何もしないよりかはちょっとしてくれた方が良くないんですか。ああ、なるほどね。はい。ちょっと強引な歯を磨いてる人が好きなんで。やだね、これ出るね。急いでるから、ね、言わなきゃ言わなきゃって思った。本当のこと言っちゃうんだね。考えてることが出ちゃう。怖い怖い怖い。怖い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 。ということで、合わせて今日のポイントは、22ポイント。まあまあいいんじゃない？まあまあですね。ね、そうだよね。ということで、22ポイントです。SK48 と HKT48 のメンバーがチャレンジする課題をぜひぜひ送ってください。どんな問題でも結構です。